西武は、まあ、その球団によってはその髪型結構厳しい球団もあるじゃないですか、うんうん、西武はどうでしたか。超自由でした。超自由でした。中島選手はドレッドヘアとかしてたんで。うそうですか、まあ、松井和夫監督も僕らが現役の時金髪だったんで、うん、選手を注意できないとなるほどなるほど、ごもっともない意見をされてたんで。そうですね、はい。